今日はこんな格好に着替えました、ね。出かけてたけど、ドロンペ。志村けんさんが亡くなってしばらく経ったでしょ。コロナウイルスね、COVID-19 で亡くなったね。さて、で、それでもしばらく経って、その、芸能人や芸人、いや、芸能関係者、あるいは芸術家、そっからね、まあ、あと教育関係者、もちろんね、今言ったのは全部教育関係の話、教育文化関係者ね、から全然出てこない話。それは、実は安倍総理がずっと言ってた、戦後レジーム、敗戦レジームをまだ芸能芸術界や教育文化界は脱却してないっていう意味。それが志村けんさんが証明した。志村けんさんは英語な、英文な、あんたはそんな好きやろ、英文になりたいな。な。じゃあ今から言います。英文な1。志村けんさんとダウンタウン。まあ、この今この動画で志村けんさんだけ3だけだからな。で、じゃあ 2番目、そうね、美空ひばりと松田聖子、面白そうやな。3番目はちょっと違うか。で、まあ、だんだんトヨタクラシックかとアメ車と、機能性デザインなんですね。4番目はじゃあ、そうやな、ゼロ戦とグラマーな、面白そうやな。で、5番目、なんかあるかな。まあ、クレイジーキャッツ。どれだけか。クレイジーキャッツを、あの、道化回しに使わせてもらってね。ぽいでしょ。実はね、その、まず2番目からいこうか。ね。ミソライブルと松田聖子。まあ、あの、腰吹雪とか、ミソライバリとか、あるいは演歌の方でたくさんたくさんのプロが歌った。ね。それはあなたたちの人生を歌った。今、若者も、年取っていったら必ず演歌に歌ってある人生に必ずたどり着いてしまう。ほんまにそんな人生来ちゃうの。まるでな、人情芝居のな、大衆演劇みたいな。ほんまに人間が絶対しちゃうことを歌ってる。希望的観測なんか歌ってない。演歌は。人間が絶対やっちゃうことを歌ってる。さて、年間世界のプロがたくさん生まれた。ほんまのプロやな。ヒット曲1曲しかなくても、ずっとヒットする必要なんかない。何で出す？テレビ、当たり前。な。それはヒットせんでも流れてたらいいだけや。ヒットチャートに入らんでも優先に入ってたらいいし、その、リクエストでされたらいいだけだし、要するにヒットチャートにおいつも、人間は3でええねん、演歌なんかな。一回、一曲ヒットしたら、ずっと流れるね。ラジオでは。な。それだけじゃない。な。コンサートって、大入り満員になるやろ。なんでって、客の人生歌った。ま、演歌やったら、そんな言うほど、高くなくてカップリングだったりする。な。保護者でも、あるいは、もう保護者やから。めっさやすいねとかやりはる。ぎっしりある。もう一個は、まあ、プレゼントね。まあまあ、景品。商店街とかスーパーとか当たった。例えば、八代亜紀のコンサート当たった。当たったよ。西城秀樹のコンサートを、当時付き合ってた人のお母さんが当てて行ったの。そんなふうにしたら、まあ、絶対行くがな、そんな。当たった。行こう行こうって最初に出てきて娘連れて行くやん。あ、これよ、母ちゃんが集まってきて、な。さて、ヒットチャート常に右はしてないとあかんじゃない。明
カのなんか、トップ企業。例えばトヨタやったらずっと売れてなあかんみたいな。じゃあトヨタの車知ってる？当てれる？誰が何か。今のポップミュージック。トヨタの車みたいな新車出すだけでも、銘柄どれがどう違うか分からないというか。昔もな、トヨタは確かにな、コロナとカリーナと、あ、カローラ？もうそうやった、あとカレーナやったかな。な。どれでもなかったカレーナやったから、トヨタの車はカレーナとして機能したからな。でしょ？どうしても、まあ、カレーナとして機能したいん。深くなんとこ。な。で、今、機能性デザイン、もう区別つかへん。もっと区別つかへんなってるやろ。他の会社の車とも区別つくか？ホンダとかな、スズキとかとダイハツとかと、ちゃうで。うちやったら、カタログ見たら区別つく。誰もだよ、誰のもそのもの。街で見てな、その、なんちゅうの？マーク、ミント区別つきますか？なんでこんな時代になったかって、機能性デザイン、燃費が問題やから。そやけど、結局、電気自動車、ハイブリッドとかに行くに従って、まあ燃費そんな気にせんとよくなるよな。じゃあ、今、トヨタのクラシックかが、その部品。部品交換しますよ、そろそろってやってるキャンペーンな。ついに動いたわけよってやったろ。な。じゃあ、当時の訓練、今別に売れて、それでも部品交換してくれるんだとしたら、わぁ、乗ってはんの大事。そんな、すごく少数派のためにじゃあ、美空ひばりから入ったかな。で、ポップミュージックなんですけど。美空ひばりもずっとそのヒットチャート、にぎわしてへん、言ったけど。なんまあ、ヒップホップっていうか、ヒットチャートで、1位になったって、もう、最高、最後ですよ。一番最後の方やんか。川の流れで見るとかな。でしょそれがね、まあ、今、まあ、それは家としてヒットチャートになるものがな、オリコンになるものがな、別になかった時代でしょ。どんだけ聞かれたかって。どんだけカラオケで歌われたかっていうのも、その、売れたとはまた別の話やんな。都市地吹雪とかめっちゃ売れても、みんな歌うか歌えるかそれとか、ゴンドラの歌とかめっちゃ売れてずっと昔の松井スマホの歌。歌えるか命短し恋せよ乙女。赤き唇汗沼に熱き血潮の見えぬ間に。なんだっけ、明日は我が身とぞ仕切るやった。ちゃうわちゃうわ。あ、忘れちゃったな。歌われへんやろ。それはいいとして。よかった。松田聖子、どんな風に登場したか。松田聖子の後輩たちやる、むしろ。あっ、やばい。キョンキョンとか。な。あと、まあ、忘れた。キョンキョン系な。どのように登場した？まだキョンキョン系の時代なので。な。じゃあ、本題行こうか。いきなり本題。志村けんさんと、ダウンタウン。ダウンタウンの登場は、まあ、松田聖子やな。で、松田聖子以降のキョンキョン系がダウンタウンの後輩たち。ズドーンな。で、極悪ホームルーム。聖子ちゃん、あ、ちゃんづけちゃった。聖子ちゃん以降、まあ、キョンキョン系は、まあ、その辺の女。なんちか、その辺の同級生やろ。な。どっちかテレビ出てくるもん、みたいな。で、高校野球やって、しゃった。予定してなかったわ。あんだけ毎年施設とか厳密に放送したらな、プロデビューせんのもいいわな、球児がな、移りたいわな。甲子園に憧れてましたっていうのは全国放送あるからか。全国放送もしなかったら、みんな甲子園に憧れますでしょ。タッチっていうすっごい漫画があったの。甲子園のシーンなんかは全然わからん。でも夢中になってる。なんで？さて、じゃあクレイジーキャッツ
ットアメ車じゃなくて、マセルな。クレイジーキャッツはアメ車や。だから植木仁さんは世界的なコメディアンじゃないねんで。どっちが面白い？植木仁さんと。知らんやろ。志村けんさん、どっちが面白い？コーツつけがたいね。どっちも面白いね。でも、世界的なコメディアンになったね。志村けんさんの応援ねん。なんで？オールドファンなのかな、ね、はっきり言って、バカ殿でしょ。クレイジーキャッツのコントは、ドリフより面白いコントが多かった。でも、和風じゃなかった。志村けんさん、思いっきり和風に挑戦した。だから世界的やん。アメ車の話とかと共通するかな。機能性デザインは日本独特のインダストリアルデザイン。ん？その、燃費効率が良くなかったら、よかったのしゃあない。インダストリアルデザインっていうのがバーンってもてなされたのは、実は車じゃなくて、実はソニー・ウォークマンだったんだ。あれがインダストリアルデザイン。もう最高傑作ともてなされたことが。な？じゃあ今スマホ。あれ、インダストリアルデザインやねん。やろ？機能性、使い勝手。あれを機能性デザインと言います。分かってきたやろ。日本の機能性デザイン優れてるよ。で、しょうもないからアメ車乗るんかって言ったら、ちょっと違う。ハーレーとかもね。あれはアメ車に乗ってるんじゃない。アメリカに乗ってる。アメリカのどこに？お尻に。アメリカの尻馬に乗ってるわけ。ハーレーやアメ車。何をしたいんかって言ったら、世界的な人物じゃないからでしょ、ダウンタウンも。例えば。な？松井一郎なんか特にそう。世界的な政治家ちゃうの。橋本通るもな。ほんまやで。それで、でもアメリカの一味ですよ。アメリカの一種ですよ、日本の皆さん。やってんの、小泉純一郎、松井一郎。橋本通るもその、系譜の上の人物。な？いや、もともと、その前みたいな。とかって植木仁さんのクレイジーキャッツのほんまのジャズでしかなかった。ドリフはミーヤちゃんテレギッチャンちゃんでパーンパーンパーンだな。外国の音楽ぶっ壊したよ。まあ、外国の民謡な。あれはイギリス、あ、スコットランド、スコットランドの民謡。外国の文化ぶち壊しにしたよ。ドリフターズとりわけ下田健さん。だから世界的よ。アンチ西洋。アンチ西洋コメディアンや。志村けんさん。これ誰か言えてる？いっぱい人材おると思うけど、そっちに。そっち。誰も言えてんや。じゃ無理や。で、今のポップスは何？まだ外国で流行ったばっかりの音楽、外国で作られたばっかりの音楽。とりわけアメリカで作られたばっかりの音楽を、せっせと歌詞変えてるだけのテーマ。ほとんど。で、それで、世界的ですけど、うん、花から諦めてるやんか、世界的なミュージシャン。ね、ぽいでしょって。外国っぽいことないで、もみんな外国文化なんか知らんし、知らけてるもん。特に漫画世代な。日本が最高の文明を持ってるって知ってるもん、漫画世代。それに乗っける音楽は、外国から持ってきたらバレへんねん。興味ないからも外国の音楽なんか。マイケル・ジャクソン以降も外国の音楽なんか、ギャンブルかいであるよ。な？マイケル・ジャクソン死んでから誰かせっせと聞いてる。一生懸命外国の新しいヒットチャートせっせとチェックしてるか。ミュージシャンだけやろ。それを直輸入みたいな音楽作っとんバレへんから。かっこいいでしょ。僕が考えました。うっさつかな。分かってきたやろ。じゃあダウンタウンはまだマシ。聖子ちゃんから、聖子ちゃん級やから。ダウンタウンの聖子ちゃん級やで。でダウンタウンの後輩たちは聖子ちゃんの後輩級やで。同じ現象が起きてん。歌でも、コメディでも、あ、まあ、コメディって言ったらええわな。外国使っちゃって、こーっな。じゃあ、認識できたでしょ。今、あなた方がどこにいるか、認識できたでしょ。大事よね。自分の立ち位置、確認するのに、特にこういう時代は。